どうも6センチでございます。どうも、うん、6センチボーカルギター担当中原明彦でございます。はい、ピアノ担当山田敦子でございます。うん、僕たち今どこにいるかと言いますと、はい、車の中ですね、はい、いわゆる機材車の中におります。これなんで車に乗ってるかという前にですね、はい、まずはこの6センチって大体誰やねんと思われてる方もいらっしゃるかと思いますので、はい、まずね、6センチはこういうバンドだってことをですね、ぜひピアノの山田さんから一言でこのご説明ください。6センチは、はい、まあ、その名前の通りですね、うん、ロックとセンチメンタルを融合させた音楽を追求する団体です。団体はい、みんな笑いすぎだぞ。間違えてみよう。あんまり、それほどは間違ってないんだぞ。でその6センチがですね、実は半年ぐらい前まで、僕ら3人組でして、そうだったんですよ。あと1人ですね、ベースギターを弾く、宮本常織くんという、なかなかこれがイケメンのベーシストがいまして、3人で活動してたわけなんですが、はい、この家の事情がありまして、本当実家で家業を継ぐと言うとまたちょっとね、ちょっと違うんですが、うん、まあ実家帰ってその、家の関係のお仕事をするということで、残念ながら、この6センチを卒業いたしまして、はい、半年後という今状態で、うん、今は2人でこの頑張っていますが、そうです、うん、なぜ卒業したかというと、うん、お坊さんになると。うん、で去年の秋に、うん、修行に入ったわけですよ。はい、はい、で、約半年経ちまして、リン君から連絡があったんです。ご無沙汰しておりますと、うん、僕は元気でやっております、うん、元気でやってるならそれはよしと思いましたら、はい、なんとその修行しているお寺で5月に一大イベントがありますよ。そこで6センチライブをしませんかという出演依頼の連絡だった。
リン君は持ってるのかは私は知らないので直接聞いてください。聞きますけど、じゃあちょっと今回の工程をぜひ説明してください。工程ですね。今高速道路に乗っておりますけれども、見えますか？本当今日で今ですね、高速道路中央道、通ってると思うんですけども、このままですね、東京を抜け、山梨に入り、まあ、長野の、まあ、端っこを通ってですね、このようにこの距離をですね行きます。で最終目的地は福井県の牡丹城市です。そのこれから会いに行くこのリン君、どんな人なのかと、このなかなかのイケメンでして、ただね、このお坊さんになる修行をしてるということで、まあいろんな変化はこの半年といえどもあったであろうということで、僕はあのなんとなく想像の絵をちょっと描いてみまして、はいはい。どんな感じですか？です見せてください。ご覧ください。こんな感じになってるのではないか。ね。なんか随分頬がこけてませんか？説明していきたいと思います。まずね、やっぱお坊さんなのでこの頭がやっぱね、この反ってる。そう、ツルリンク、ね。そう、まあおそらく頭は、この青くなっているであろうと、ね、そしてですね、つぶらな目に、この、鼻は多分大きいままであろうとおそらくね、いや鼻大きい、ただ、ね、お寺とかの食事はね、この精進料理と、もう多い油ものとか少なそうなイメージ、ちょっとおそらく頬はこけ出しているのではないかと、こんな感じね、ただ今回このライブ一緒にしませんかというぐらいですから、やっぱこの音楽スピリッツは忘れていないのではないかということで、このベースとベースギターですね、黄色いのこれは何ですか？これはやっぱりあのつるり、つるりんくんになりましたのもんで、ちょっとご厚が、もうご厚が差し始めてる、頭を中心、もうね、はいはい、そうただ、位はまだまだこの、修行僧ですから、ちょっと地味なこのサムエのような格好をしているのではないかで、まあそうですね、この目をあとよく見ればやっぱちょっと疲れ始めているのではないかだから右目がちょっと疲れ始めてます、なんかそんな風にちょっと想像してみましたが、なるほど、もうあんま考えずに行った方がいいよ、